パックン卵は、MBS ラジオで放送されていたラジオ番組。本校では2010年に放送された、我ら今時ドキドキ商品研究所についても記載する。2010年春の番組改編で、今時の一番組、我ら今時ドキドキ商品研究所として番組開始。ただし、番組第1回の本編は、 もっと、今ドキの最終回が放送されたため、正式には、翌17日放送会より、放送開始。スポンサーは、アイフリーック。主にモデルで結成された、ドキドキガールズが、MC と共に、ドキドキすることを実現させていく番組だった。2010年秋の番組改編で、アナウンサーやモデルの、卵と言われる、ミスキャンパスに、最新の流行を、 直接聞き出していく番組パックン卵にリニューアルされた。女子大生たちはパックンキャンパーズと呼ばれた。東京の女子大生は東京校の学生として MC と同じく東京支社スタジオから関西の女子大生は大阪校の学生としてスタジオとスカイプを結んで放送。収録日である各週木曜日20時21時には ユーストリーム配信でパックンキャンパーズの楽屋を映像性配信していた。2014年3月28日未明放送会で最終回。またまたごちゃ混ぜ。にも出演。AB ごちゃ混ぜ。にも出演。JJ モデル2013年4月27日からはまだまだごちゃ混ぜ。集まれやんやんに出演。男性だが、 ドキドキガールズとして出演。AB2010 年4月24日からの出演。2010年4月11日までは、今時シーズン2に出演。2010年4月3日までは、井村亜美名義で、最もごちゃ、混ぜ、に出演。2010年4月10日までは、もっと、今時、に出演。またにごちゃ、混ぜ、にも出演。ごちゃ混、ちゃ混ぜ、ごちゃ、 まぜ、月曜日にも出演。2014年4月2日からは、あっぱれやってます。水曜日に出演。2011年2月までは、世界の鍋集名義で出演。2014年4月1日からは、あっぱれやってます。火曜日に出演。AB2014 年4月4日からは、クリス・松村のザヒットスタジオレッツゴーヤンヤンに出演。 2014年4月4日からは、俺たちごちゃ混ぜ、に出演。我ら今ドキ、ドキドキ商品研究所から引き続き出演。2011年4月16日からは、まだまだごちゃ混ぜ、集まれやんやんに出演。2012年4月14日までは、まだまだごちゃ混ぜ、集まれやんやんに出演。ありがとうございます。